皆さんこんにちは、フジロクです。今回はビスキュイフルーツロールを作っていきましょう。まずは卵黄と卵白を分けていきます。卵白の中に少しでも卵黄が入ってしまうとメレンゲがなかなか泡立ちません。卵黄が入らないように注意してください。そしてボウルが少しでも濡れていたり油分が残っているだけでもメレンゲは上手に立てることができません。綺麗なボウルを用意してください。では材料を説明していきます。薄力粉、そしてグラニュー糖が2つありますね。卵白用と卵黄用にグラニュー糖を分けておきましょう。そしてこちらは粉砂糖です。粉砂糖は生地を焼くときに上に振りかけるものになります。そして絞り袋を用意しましょう。口金はなくても大丈夫です。直径1センチほどにカットしておきましょう。それではメレンゲを作っていきます。ハンドミキサーの速度は中速で立てていきましょう。この後グラニュー糖を3回に分けて加えていきます。この3回のタイミング間違えてしまうと上手にメレンゲを作ることができません。必ず同じタイミングでグラニュー糖を入れるようにしてください。それではグラニュー糖1回目を加えたいと思います。これぐらいしっかり立ててからようやく1回目になります。ビスキュイロールのビスキュイという生地の特徴がカチカチのメレンゲを作ることなんですけども、カチカチのメレンゲを作るために必要なグラニュー糖、あまり早く入れてしまうとメレンゲは緩く仕上がってしまいます。しっかり硬さのあるコシのあるメレンゲを作るのはメレンゲに入れる砂糖のタイミングが非常に大事になってきます。メレンゲに砂糖を入れるタイミング、1回目は角が立つようになってから、これをしっかり覚えておきましょう。それでは2回目を加えていきましょう。2回目を加えるタイミングはツヤが出て、さらに角がピンと立ってから。ツヤが出るというのはグラニュー糖が溶けた合図になります。この時にツヤがまだ出ていないようだったらもう少し泡立てましょう。では2回目のグラニュー糖を入れてさらに泡立てていきます。
それでは3回目を加えていきましょう。先ほどと同じですね。ツヤが出て角がピンと立ったら OK。 最後のグラニュー糖を入れてしっかりと立てていきます。はい、これぐらいでメレンゲは OK です。かなりしっかり立てましたね。では今からこのメレンゲの入ったボールをひっくり返して叩いてみます。これで落ちてこなければ完成です。カチカチのメレンゲが完成したので、続いては卵黄を立てていきましょう。卵黄とグラニュー糖を一緒に立てていきます。ハンドミキサーの羽根はメレンゲを立てたものをそのまま使用して大丈夫です。
はい、それでは一回チェックしてみましょう。持ち上げて生地を垂らした時に立体的に残ればいいのですが、少し緩かったですね。もう少し泡立てていきます。はい、それではだいぶ泡立ってきて白っぽくなりましたね。さっきと同じようにチェックしてみましょう。生地を垂らした時に立体的に残れば OK です。ではこの泡立てた卵黄の生地を先ほど立てたメレンゲの中に加えていきます。3回に分けて加えていきましょう。ゴムベラで切るように混ぜてください。混ざりきる一歩手前でまた2回目の卵黄生地を加えます。では残りの生地全部加えていきましょう。続いてこの中に薄力粉を加えるのですが、薄力粉は必ずふるっておいたものを加えるようにしてください。こちらも3回に分けて加えていきます。ゴムベラを切るように混ぜ合わせていきましょう。では2回目の薄力粉を加えます。そしてまた切るように混ぜていきます。では3回目残りの薄力粉を全部加えて混ぜ合わせていきましょう。では生地が完成したので絞り袋に詰めて絞っていきましょう。
もし口金を持っていらっしゃったらあった方が絞りやすいと思います。口金があった方が安定するので、持っている方は直径が1センチぐらいの丸の口金を使ってください。では絞り袋の中に生地を詰めていきましょう。しっかりふんわりとした生地なので下から漏れることはありません。ここでもし生地が漏れるようだったら、メレンゲの立てが弱かったりとか、卵黄の泡立てが弱かったり、あとは混ぜすぎたりが原因になります。ふわふわの生地だとこのように下から漏れることがないので、このふわふわ感も目安の一つとして覚えておいてください。それでは生地を絞っていきます。右利きの方は左から右に向かって絞っていってください。ポイントは垂らすように絞ることです。横から見てみましょう。絞っていくときに実は天板から離れているのが分かりますか？生地が出る部分ですね、天板から約1センチほど離れたところから垂らすように絞ると、このように立体的に絞ることができます。絞り袋の中に空気が入っているとこのように爆発することがあるのですが、そうした場合はまた続きから絞っていきましょう。上に粉砂糖をかけるので多少は気になりませんよ。生地が残り少しになったら使い切らずに新しいのを追加しましょう。特にこの長く絞るには生地がたっぷりないとできないですね。ギリギリで絞るよりも余裕を持って絞りましょう。それでは最後の仕上げです。粉砂糖を上にかけていきます。2回ほどかけていきましょう。1回かけたところにもう一度かけることで手にくっつかなくなります。このまま焼いてしまうと手にくっついて、巻くときにクッキングシートにくっついてしまって形が壊れてしまうことがあるので、しっかり多めに粉砂糖をかけるようにしてください。190度に予熱したオーブンで10分間焼いていきます。焼けたらすぐに天板から取り出して冷ましておきましょう。こちらで生地が完成です。もし生地が余ったらこのようにパウンド型などに入れて焼いてみてください。こちらは170度20分焼いておきました。それではフルーツロールのフルーツ用意していきます。生クリームも先に泡立てておきましょう。生クリームは必ず動物性のものを使ってください。動物性の 40% 以上のものがおすすめです。グラニュー糖と合わせて固めに泡立てておきます。
8分から9分立ての少し固めのクリームを作っておくのがポイントです。余った生地も焼けました。竹串でチェックしてみましょう。生地がついてこなければ OK。 ではこちらのロールケーキの方を仕上げていきます。ひっついているブッキングシートをまず外してもらって、さらに上からクッキングシートを乗せてひっくり返します。そして優しく丁寧に紙を外していきましょう。できればここにシロップをしていきます。シロップの作り方はとても簡単です。グラニュー糖とお水を電子レンジでチンするだけです。もしお家にリキュールがある方はお好きなリキュールを少し入れてみてください。ビスキュイの生地はバターや牛乳が入らないので少しパサパサっとした印象になります。シロップをした方が美味しいですよ。ではここに生クリームを加えていきます。生クリームはさっきパウンド型に作ったものも生クリーム必要になるので少し残しておきました。それではカードを使って伸ばしていきます。伸ばす時のポイントは両面使わないように伸ばすことですね。カードの両面を使ってしまうとベタベタになってしまったり綺麗に伸ばすことができません。なるべく片面だけで伸ばしていくようにしてみてください。ではここの手前の部分ですね。ここにクリームをこのように持ってきます。奥から手前に向かって滑り台の形になるようにクリームを持ってきてください。奥から手前に引っ張ってきます。手前の方がクリームが多い状態ですね。クリームを全体的に均等に伸ばしてしまうと巻き終わりにクリームがはみ出ることがあります。なので巻き終わりの方は薄めに、そして手前の方にクリームをたっぷりするとすごく綺麗なのの字型に巻くことができますので、クリームは手前が多め、そして奥が薄めというのを覚えておいてください。ではここにシャインマスカットを置いていきます。一番山になっている部分にシャインマスカットを置きましょう。フルーツは皆さんが好きなもので構いません。ただシャインマスカットは皮がツルツルしているのでこの後包丁で切るのが少し難しかったですね。では桃を使っていきます。桃は一度きれいに洗ってもらって真ん中の部分ですね、アボカドのように大きな種があるので一周ぐるっと包丁で印をつけて、そしてアボカドの種を取るようにぐいっと左右にひねっていきます。では開けてみましょう。このように種が片方につけば OK です。こちらは種の部分をスプーンや包丁で取るようにしてみてください。桃によっては硬さもそれぞれ違うので
このやり方で取れないやつもあります。できれば熟しているけども少し硬さのある桃がおすすめです。それでは皮を剥いていきます。熟しているとこのように手で剥くことができるのですが、もしこの時点できれいに皮が剥けないようだったら湯煎で皮を剥いてみてください。沸騰したお湯に10秒から30秒ぐらい桃をつけます。そうするとつるんと桃の皮が剥けます。湯煎したからといって桃が美味しくなくなることはありませんので、なのでもしきれいに剥けない場合は湯煎で剥いてみてください。そして桃とかね、あとバナナ変色しやすいので、ロールケーキを巻く直前にこのようにカットするのがおすすめです。カットした状態で置いておくとどうしても変色してしまいますので、ロールケーキの生クリーム塗ってから、その塗った直後にフルーツの用意をしてもらうのがいいと思います。ではバナナも剥いてカットしていきましょう。それでは続きですね。シャインマスカットを置いた次にバナナを置いて、そしてその奥に桃を置いていきます。フルーツロール作る時のポイントなんですけども、必ずフルーツの水分を取るようにしておいてください。缶詰の黄桃やみかんを使う時、水分がたくさんありますよね。キッチンペーパーなどでしっかり水分を取っていないと、生クリームがべちょべちょになってしまったり巻くのが難しくなります。しっかりと水分を取った状態で仕上げるようにしましょう。それでは巻いていきます。親指が下、人差し指が上になります。このような形ですね。まずは半分巻いていきます。生地が動く場合は少し左手で支えましょう。半分ぐらい巻けたら芯を作っていきます。そして90度回転させます。ロールケーキが縦になる状態ですね。紙を持ち上げながら右手でロールケーキを回転させていきます。ビスキュイロールは生地がしっかりしているので手で触っても崩れにくいですよ。このようにして巻いてみてください。できればロールケーキを締めていきます。左手は自分のお腹の方に、右手は紙を持って奥の方に引っ張るとこのようにしっかりと締まってくれます。できれば一度冷蔵庫で冷やしておきましょう。では先ほど追加で作ったこちらの生地も取り出していきましょう。ビスキュイの生地というのは卵の泡立て方で生地が余ったり足りなくなったりすることがあるんですけども、わざと今回は少し多めの配合に書いてあります。どうしても足りなくなる方が多いんですけども、余るとこれぐらいしっかり余ってくれるので、皆さんもたくさん余ったら成功したと思ってみてください。そして余った生地にもですね、シロップとかクリーム、そしてフルーツを挟むとそれでも一つのケーキになりますのでね、
余ったからといって捨てずに何か型に入れて焼いてみてください。余った生地にシロップをして、そして生クリーム、フルーツ、そしてまた生クリームをのせてサンドしていきます。サンドしたらこちらをですね、しっかりと冷やしておくのがポイントです。ラップに包んで、こちらも冷蔵庫で冷やしておきましょう。ビスキュイロールもこちらのサンドも冷蔵庫で1時間以上は冷やしますね。しっかり冷えたのが確認できたら、温めた包丁でカットしていきます。シャインマスカットがつるっと滑って少し切りにくいですが、勢いよく切るのがポイントですね。はい、こちらで完成になります。仕上げにまた上から粉糖をかけてみました。上にさらに生クリームのデコレーションしてもとっても可愛いと思います。お好きなフルーツで皆さんいろいろ試してみてください。そしてもう一つのこちらも気になりますよね。これも大きなフルーツサンドになりました。余った生地もね、こうやって使うとちゃんと味見用にもなるし、これだけでも立派なケーキになるのでね、いろいろ試してみてください。はい、ということで今回はフルーツの入ったビスキュイロールとこちらのビスキュイサンド紹介してみました。ぜひ皆さんもお家で作ってみてください。ということで今回の動画は以上になります。この動画が面白いためになったという方はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。